皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。はい、と本日はね、ユーロトラックシミュレーターのラバちゃんおすすめモッドをご紹介していきたいと思うんですけども、本日ご紹介いたしますのはこちらでございます。ポチッとな。あーっと見てください、かっこいいこのスカニアのインパネ周り、今見ていただけましたでしょうか。こちらのハンドル、まあ、エンジン切りましたよ。あー、上に上がりましたね。で、これ、まあ、下キラ、下のグラフィックちょっと切れてるんですけども、こちらもしょうがないとして、ピコッと押すと、このような感じで、で、あとインパネ周りもそうですし、こちらの中のグラフィック、こちらの方も全部、パネル周りもね、全部新しくなってるグラフィックのモッドが、まあ、こちら最新版で出ておりますので、こちらの方をねご紹介していきたいと思います。ではでは早速。はい、ということで、こちらまた概要欄の方にリンク貼っておきますので、こちらの方来ていただければなと思います。でこちらですね、スカニアの、2016年の S と R カスタムダッシュボードということで、まあ T キャブじゃなくても S と R の、2016年モデルであれば大丈夫ということになっております。でこのハンドル周りもそうですし、このパネル周りもだいぶ新しいグラフィックになっているということで、下のダウンロードを押してください。でそうしますと、メディアファイヤー来ますので、こちらの方クリックですね。11なんですぐ終わると思います。はい、終わりましたね。そうしましたら、こちらもあの SCS ファイルなんで、そのままドラッグ&ドロップでデスクトップ持ってきていただいて、いつものように、ドキュメントからユーロトラックシミュレーターでモッドですね、こちら開いてドラッグ&ドロップしていただければなと思います。はい、とそうしましたら、モッドマネージャーでございます。でモッドマネージャーのこちらですね、スカニアの S と R の2016年カスタムダッシュボードということで、こちらの方クリックしていただいて、矢印で入れていただいて変更確認ですね。はい、とそうしますと、このモッドを入れただけでですね、2016年モデルのこのスカニアのダッシュパネル周りはもう初めからこのようになっていると、あの整備工場とか行かなくて変更とかしなくて大丈夫です。でエンジン起動しますと、このようになるということになっております。めちゃめちゃかっこいい、そして綺麗、めっちゃ綺麗なんですよ、ほんと綺麗。はいということで、まあ私ね、ちょっとスカニアまたカスタムしまして、この間ねレッカーしましたけども、レッカーからまたちょっと戻して、あのペイントだけねちょっと引き継いで、こちらのニューペイントでちょっとやっていきたいと思ってますので、皆さんね楽しみにしておいてください。はい、ということで、まあスカニアのねちょっとこのパネル周りって結構あのテンション上がるんで、こちらの方ね皆さん入れていただけたら、まあ運転席周りってね常に運転してると見えると思うんで、そこが綺麗になってるとねテンション上がると思うんですよ。はいロングドライブも苦ではないというね。はい、ということで、まあ、こちらの方ね参考にしていただけたらなと思います。よかったらですね、参考になった方はチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。はい、ということで、まあ、次はねちょっとラボちゃんこのままヨーロッパ編を走っていきたいと思いますんで、そちらのゲーム実況動画の方も楽しみにしていただけたらなと思います。はい、ということで、じゃあ皆さん次のねラボちゃんのユーロトラックシミュレーターヨーロッパ編でお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。